はい、こんにちは、まいちゃんねるまいはらです。今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトのザ・ネザーファイトです。はい、レゴマインクラフト2018年新シリーズ第6回目ですね。今回ですね、お父ちゃん2人でお届けしたいなと思います。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ネザーファイトですね。そうだね、日本名は暗黒界の戦いってことになってますね。そうだね、なかなかね、ちっちゃい割にはミニフィグも結構入ってていいセットなんですが、ここにアレックスがいますね。で、ここにゾンビピックマン。そうだね、ここにマグマキューブのちっちゃいやつね。そうだね、こちらが TNT 爆弾でしょ。そうだね、ここにウィザースケルトンもいます。今回多分ウィザースケルトン初登場かな。そうだね、ミニフィグ見ていきましょう。アレックスはこの鉄のレギンスとチェストプレート着てますね。頭は何もないです。そしてエンチャントの斧持ってますね。ここを立ってるところが多分これソウルサンドかな。他と色が違うんで多分ソウルサンドだと思います。動きが鈍るやつね。ウィザースケルトンですね。ウィザースケルトンはやっぱスケルトンよりも若干背が高いですね。いいじゃん。で、多分鉄の剣を持ってますね。そしてゾンビビッグマンがいますね。ゾンビビッグマンは金の剣を装備してますね。で、この辺りにちょっとキノコがあって、この辺は燃えてる感じですね。それでちょっとだけギミックがあります。この部分がね、シーソーになってて、これを勢いよく上に押し上げると、もっとこのブロックが取れる仕組みになってますね。まあ、TNT で爆破したみたいな演出だと思います。セットの大きさで言うと、前紹介したこのスイカ畑、これと一緒ですね。まあ、入ってるミニフィグの数も一緒なんで、あとギミックも一緒だから、まあ同じ感じかな、うん、スイカ畑と同じように初めてレゴマインクラフトやる方にはすごくいいセットだと思いますね。お値段も手頃だしね。はあ、よく寝たわ。今日は私一人でネザー探検に行くわ。それにしてもスティーブ全然帰ってこないけど大丈夫かしら。よし、アンデッド特攻されたエンチャントの斧も持ったし、これで準備万端だわ。ネザーに行くわ。ふぅ、相変わらず物騒なところね。おや、早速マグマキューブがいたわ。でも無視無視。さて、私はこちらの方に行って、ん？現れたわね、ゾンビピッグマン。でもアンデッド特攻だから一撃よ。ほれ、どうでしょう、素晴らしいわ、私の斧。ああ、ウィザースケルトンだわ。でもアンデッド特攻の斧があれば倒せるはず。はい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 。あれ、効かないんだけど、どうして。おお、なんだか TNT が爆発したけど、うまいこと着地できたわ。さすが私。アレックス、あー、スティーブ、ようやく帰ってきたの？嘘でしょ、まだそれに追われてるの？わスティーブ、相変わらずね。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ネザーファイトでした。はい、ということで今日はですね、お父ちゃん2人でお届けしましたけれども、そうだね、どうだったでしょうかね。久々からこうやってね、分身したのね。そうだね、多分はずれてるね。バリアリだと思うけどね、ごめんなさいね。ということで、このレゴマインクラフトいいなと思った方は今のうちにねボタンお願いします。ということで今日のマーティ君ご覧ください。今日のマーティ君、はいよ、はいよ。なんだ、早速また新しいおもちゃで遊ぶのか。なんだマーティ。どうした。もうちょっとでご飯だね。待ってんの。はい、今日はマーティ君が餌を待つの図でした。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回以上にしたいと思います。バイバーイ。もうちょっとだね、マーティ君。
かったかった。